ワイクーはマンソンはウォークマンをはめて聞いておりませんでした。早くも心理戦が展開されております。さあ第1ラウンド、ご覧のように両選手ともサウスポースタイルでありますが、マンソン・ギブソンの方がやや変則的、ご覧のようにやや半身に構えております。多くの日本選手がこれに悩まされてまいりました。一方チャムランスクはアップライト、どっしりと構えていつでも来いという感じ、軽くバックキックを出していきました。マンソン・ギブソンであります。そしてこちらチャムランスク、非常に精悍な表情であります。このチャムランスクを中心にして軽くステップを踏んで回り込んでまいります。マンソン・ギブソン向こう側、回る方向を変えました。変則的な動きを見せております。ここから片足を上げて得意のバックスピンキックを狙おうという体勢です。マンソン・ギブソン、さあ前を取り合っている。独特の緊迫感、ピーンと張り詰めた空気が漂っております。この間合いを制するのはどちらでしょうか。どちらが先に仕掛けるんでしょうか。右のロー、これは間合いを取りました。マンソン・ギブソン、まあ普通ですとマンソンがゴングと同時に仕掛けるんですが、今日はちょっと警戒しているようです。ステップを踏んでいます。これはちょっと距離が遠いぞ。この間合いを制した方が今日の試合をものにする、こう見てもよろしいでしょう。さあファイトが促されました。どちらが仕掛けるのか。ダッドスピンキックを狙ったマンソン・ギブソン、非常に速い、グーンと伸びてくるこのバックスピンキック、体を預けました。まあ、体重差がありますんで、こうなるとマンソンがちょっと有利であります。いやまさに人間風車、これでシーザー、タイラー、鈴木といったところが泣かされてまいりました。また一方のチャムランスク、先ほどチラッと見せました右のロー、あっとバックスピンキックを狙っている、前上がっている、あっとローキック出した、ローキックを出しました。前を詰めるマンソンに対しまして右のローキックを今見せました。もう一回行くぞ、ロー、右のロー、そして左のロー、マンソンパンチを合わせる、膝しかし抱え上げる、閉じた。マンソンも研究しております。チャムランスクがローから膝、首相撲を狙いましたが、マンソンも研究しています。させません。さあその膝を狙ったローを狙ったチャムランスクの足、強烈なミドル、膝はどこで炸裂しますか。非常に鋭いキックを持っています。そのローキックご注目ください。左のローを逆に出していったマンソン・ギブソン、チャムランスクはバックステップしてこれを見切っております。まあマンソンがサイドキック、バックスピンキックで詰めようとしますと、ステップでかわして、あるいは懐に飛び込んでロー、ミドル、膝を合わせる、このチャムランスク非常に目のいい選手。左の蹴りを合わせました。チャムランスクの右のミドル、マンソンも蹴りを合わせています。さあまた独特の体勢だ。マンソン・ギブソン、サイドキックを狙っている、前を詰める、サイドキックいった。いわゆるアメリカでは忍者蹴りという、まあ、そういう意味を持っております。このマンソンの蹴り、まさに琥珀色の爆撃という異名がぴったり。精悍な表情のマンソン・ギブソン、左のローから右のミドル、チャムランスクも負けていません。相手の懐に飛び込んでいく、あゴング、しかしここでおっとローとバックブローの交錯がありました。そして抱え上げた、あっと怒りをあらわにしております、怒りをあらわにしています。これはちょっとエキサイトしたシーンになりました。そのままどうするんでしょうか。抱え上げてレフリー、それからセコンドが入っていますが、今やっと分かれました。いや放送席の採点は10対10のイーブンであります。まあ、シュートボクシングルールではないので、まあ、もちろん投げは禁止なんでありますけれども、投げも定評がありました。このマンソン・ギブソン、今のあたりも首相撲から膝打ちをさせませんでした。まさにパワー、スピード、テクニックに加えてラフな面も持ち合わせております、このマンソン・ギブソンです。さあいよいよ第2ラウンドであります。今回はシュートボクシングとの交流戦という意味もおきまして、このカードが実現いたしました。さあ第2ラウンドです。さあマンソン・ギブソン、リングの中央に、あっと今バックスピンキック、右に変えて、あっと強烈なパンチ、さあチャムランスクどうする、左の膝、右の膝、さあ体勢を入れ替えた、ロープに体を預ける。いやいやいや、すごい、まさに見応えのある対決となりました。マンソンのバックハンドブロー、あるいはバックスピンキック、チャムランスクの右のミドル、右のロー、まさにアメリカとムエタイの対決になりました。今後韓国、オランダとも太いパイプがありますので、夢の対決を皆さんに、格闘最前線、そしてマーシャルアーツ日本キックボクシング連盟、お届けしてまいりたいと思います。さあ両選手もつれ合いました。この辺りから、ま、タイの在日タイの皆さんの声援が非常に大きくなってまいりました。さあこちらはマンソン・ギブソンであります。変幻自在の殺法、パンチにも先ほどご覧いただきましたように非常にキレのいいものを持っておりますので、注意しなくてはいけません。まさにオールラウンドプレーヤー、ミノロー間合いを詰めてくるところをビシッと決めました、チャムランスク。さあちょっと今顔をしかめました、マンソン・ギブソンであります。さあもう一回サウスポースタイルにチェンジ、サイドキックを出していく、チャムランスク右のミドル、これもかわした、両選手バックステップでかわしております。
さあマンスン・ギブソン、サイドキック、これは外されました。しかしもう一回、チャムランスクはローからミドル、あーっともう一回バックスピン、チャムランスクも右のロー、左のミドルを返していきます。そして肘、いやー両雄とも見せてくれます。まあ、蹴りの応酬にどよめきがドーという風に後楽園ホール起こっておりますが、それほど鋭い蹴りの応酬。まあ、マンソンと戦いましたシーザーさんに聞きますと、円運動系のこのマンソンのキックは正面に立つだということを、まあ、守ったということでありますが、まあ、マンソンのこのスピンもすごいんですが、チャムランスクがまさにそれをかわしていくという、またこれまた接近戦の持ち味を十分に発揮しております。右サイドキック、右のハイ豪快、しかしマンソン・ギブソンも右のバックスピンを合わせていきました。チャムランスク、そしてマンソン・ギブソン、やります。さあマンソン・ギブソン、右のストレート豪快、チャムランも左ドローを合わせた、マンソン食らってきたぞ。しかしマンソン右のストレートから、そして体を預けて、ボディを連打、ボディから顔面、いやいやマンソンパワフルな攻撃であります。さあマンソンか、それともチャムランスクか、シャーッと右の今のはサイドキックであります。飛び込もうとするところ、さあ拾い取った、右のサイドキック豪快、まさに人間風車の意味を、さあ膝を持っていくチャムランスク、よっしゃクリンチ、どこで殿下の宝刀を抜いてまいりますか。バックスピンキック、先ほどは空振りでしたが、その威力、おーっというどよめきが起こりました。さあもう一回サイドキックを狙っている、さあ両者離れました、あーっとこれは右のバックスピン、ついに殿下の宝刀を炸裂、テンプルに入ったぞ、日本人が幾多の日本人が通ってまいりました。今セコンドが入って変カウント数えずして泣かれた、タイムエータイ初対戦で KO 勝ち、なんと日本で5連勝、2ラウンド3分ちょうどです。いやー最後はご覧いただきましたように独特のパフォーマンスを見せてくれました。それが